てのごとく。一人で冷静に考えたいのか？家臣の舞が始まる。もう行かなきゃ。その、そう、分かったわ。また後でね、旅人。考えはま、うわ、やったな。早くおし、戻ってきたわね。家臣探査の卒業テストを始めてもいい？シティの外にあれらの空間は、いや違う、スメールじ、どうやらめ、どうやら、どうやら明確な、どうやら明確、俺たちは夢、月、いや違う、アーカー社は神、いや違う、もう何、いや違う、いや違う、いや違う、スメール人はただ自分、あれら無、つまり正解よ。それであなたはどうして人々に、いや違う、知恵の神の、なるほどな。でも人々の夢を、夢は永遠に不思議なものよ。繊細で想像力に満ち合う、言い換えれば、前にあいつから聞いた話だと、教練院の賢者たちは、あら、そのように言うからにはもう現状を理解しているってことかしら。なら今目の前で食う、それほどか、もう何度も過信探知、あれらの無境、どうやら、どうやら、どうやら、いや違う、大賢者はピーという音は、いや違う、いや違う、ええ、隔離された意識は何も知らないまま、人々はまた、つまりここは夢を、その通り。ってことはオイラたちが、さてさ、今にして思、今にしてお、錬金を気づいていたのね。あらあら、全然、そういえばナヒ、オイラたち前々からずっとクラクサナリデビの情報を聞いて回ってたけど。ええ、でも現状に関する他の問題な、人間はあなたたちの、の、特に命が危険に、その質問、でも無誘している人を呼び覚ましてはならない、現実と夢の、だから、あ、スメールの過信探査の輪廻を、教練員、何せ私はただの月、あ、ええ、明日になったら、
たんだ、ナヒーダ。状況は、おそらくあなたのの、ドニアザード。消失したのは、本物のドニアザードの意識よ。過剰なまでの夢の搾取に意識が耐えられなくなったよ。なんで彼女は少し本来のだから。でも確かに人間、ただ確かどん、ええ、私はただ彼女に生命を再認識するための英知を少し与えただけ。私はまだまだよ。少なくとも私は全部あ、これは自分を、そんなこと、このような儀だな。この過信、つまりそうなん、ここがその、だったらそ、想像、ここで言う、例えば、でも夢も知っても、今の状況において夢の主にはその人、でもどうやって、それにほら、確かにと、あなたたち外、ええ、さ、はあ、なんかあんないいやつで素朴な願い、そうだな、でも旅、そういえばさっき思、でお前、おお、まずはさ、おや、帰ってきたのですか。前は、いや、じ、何か願い事ってないか。願い、そういうの、わ、わ、今の私、先ほどですが、それにも、お前、え、お嬢様は、しかしお嬢様は知りません。おっと、さて、私の願いはドニアザードお嬢様が笑顔で私の目の前に現れるです。結局叶いません、はあ、どうやら夢の主はこいつじゃなかったみたいだな。やっぱりそう簡単には見つからないか。でもドニ、お嬢様、テシアの声だ。おえ、でもそれはテシアがやってくれるんじゃ。あ、おい、おっと、あんたか。ちょうどいい。おい、これは私の仕事だ。踏まえ、わかった、いいだろう。くれぐれも気をつけろよ。スケット、俺の手だけは、ない、はっよっ、せえ、みんなは俺が、ま、風、雲の行くごと、風よ、はっ、そこだ、マキノビッメよ、マイヤ、ふっ、はっ、ほれ、ふっ、
風よ。やっ。旅人、お前完全にあいつらで鬱憤を晴らしてたよな。お前もナヒ。そうだ、初めて家臣探査に参加した時、確かオイラの記憶力もなかなか悪くないだろ。それにあいつはこの近くに住んで。おう、ここだ。あれ、窓が開いてるみたいだ。オイラが入って見てきてやるよ。この部屋見てみ。これってでもどうやらこの本が。でも今さら分かって。お、今度はどこ行くんだよ。手のごとく。ドニアザードの人形だ。旅人、疲れちゃったか。考えてみるともうここに長いこと閉じ込められてるもんな。ドニアザードと楽しく話をしたのもなんだかすごく昔のことのように感じるし。あの時はみんなここに座ってドニアザードも目を輝かせながら。生きていれば必ず。今の言葉、過去にドニアザードが言ってたことだよな。まさか。ん？どうしたの？
旅人。どうやら相変わらず人形のあいつみたいだ。でもさっきのは一体、え、今度はどこに行くんだ。これ以上続ける、すでにだ、そ、え、旅、旅人、旅人、あれ、こいつら、反応がないぞ、あ、つまり、どういうこと？大賢者たちがどうしたの？そうね。鮮やかな赤紫色。でも、お前言ってたよな。この花、うん、一体どういうこと？え？あなたたち、き、消えた。夢の主はニーローだった。赤紫、ナヒーダが、だからあの二つの。でもどうやって、私、え、まち、お前の、あなたたち、うん、さ、ええ、彼の一人目の賢者の前に現れる様々な不可思議な光景、それはまるで全世界の知識がどれくらいの、その後、そうし、それで、それ、つまり、うん、なるほどな。そうなんだ。ちょうど今日の過信探査も終わりを迎える時間だ。せっかく夢の中にいるんだから、最後の家臣の舞は少し派手に踊ってもいいかな。お待たせ、みんな。私が家臣の舞を神へ捧げるね。真の舞を見られなかったのはちょっと残念かな。
頭確か。オイラたち、もう過信だ。早く、まずはアーカーシャ端末を。部屋にいないぞ。あ、よくやったわね。それとあなたは、ドニアザード。ああ、私ね。背が伸びるんだ。お前、それと、それは話すと長くなるわ。それに今は病人の休息を邪魔しない方がいい。場所を変えて。まずはドニ、ええ、無数にドニアザードでも、そしてそれは私は全、つまりオイラたちが一緒にドニアザ、あろ、どっちでも、さてそれ以外旅人は、それに加え、そうそう、どうやら旅人は知っていると、マハールキングデシェレ、そうなん、私にはマハールカで、たとえ修行を積んでも幻覚で見た、でも旅人は、いえこれは世界樹の、テイは旅人は、それに加え、そうそう、どうやら旅知っていると、マハールキングデシェレと、そうな、私にはマハールカで、たとえ知っても幻覚で見ても、旅人は、いえこれは世界樹の、旅人は、それに加えて、そうそう、どうやら旅人知っている、マハールキングデシェレ、そうなの、私にはマハールカデバータが、たとえ知っても幻覚で見ても、旅人は、いえこれは世界樹の、アーカーシャ、そうだ、気づかないの、ミスに、賢者たちは人々に夢を、けれど実、賢者たちは、それにこうして賢者たちの主張聞いては、アーカーシャ端末を一、そう、実はその間、あうん、そうだった。そういえばオイラたち、スメールシティにずいぶんいるけど、マヒーダと別れてからずっと音沙汰がないよな。このホストシキャサリン依頼です。本日のな、さらに、なんでそんな依頼があるんだよ。そうですか、でしたらオルモス校に、なんだよそれ。ええ、ちょっと依頼人ですか。実は単にあなた方がこういうことをするのをもうバレちゃった。実際に依頼を引き受けてくれるのを期待して。ナヒーダだ。うん、それは、それ、ええ、前にあなたたちと別れてからずっと深い眠り、やっぱり夢の中で、私は
ナヒーダ。もしかしたら本来の家臣探査はその夢と同じ感じだったのか。あら、いやいや、ええ、病状は。でもおう、ええだな。賢者たち、実はす、その方法、彼らは賢者たちをまだ気づく。だからダメよ、見つかるリス。ううん、そんな方、それ相手の何せ、なし、実行不可。わかって。あら、だったらそれってオイラたち、実はセット過信た。確か、ええ、彼女は砂漠のセタレというさなご。でも星はため、でも結局彼女は白昼の光に執着するあまり恥じる思いを心の奥底に隠してしまった。今の話でも確かに、たとえ彼女が罪悪感を抱いていたとしても、知らず知らずの、ええ、うまくいけ、私のみ、そしてちょ、下準備。アヤテのごとく。よっ。ここがセタレのよく来る占い屋よ。セタレに関…いいえ。話し方…迷える子羊たちよ。自らの運、神の絵…え、そ…し…おや、風神…うん、何でもありません。さあ、占いのテーマを選んでください。健康運…ふんむ…聞こえた…聞こえたわ…あなたの寿命…寿命は…え…春…はあ、そうでした。今度は…セタレはよ、ええ、セタレがスメールシティに来たばかり。後で彼。お客さん、陶磁器を見てかないか。ええ、ちょ、お聞きしたいの。親父からなら、やがて親父。自分の好き。そうですね。いや、そうだったので今度。そうか。ここが最後の場所よ。すごくスメールの民を見ま、あなたを港口のあたりで見たことがある。ええ、ああ、私は。ですがそれで。なんと素晴ら、みんなす、ここのレスト。ああ、そうだ。これで全員。ええ、でもセタレは前にも、たとえデタラメでもこういう砂漠地帯のし、あ、あいつは砂漠の民を助けるべきだって思ってる。でもそ、まず本物のキングデシレトを出すことは不可能。単にき、でもセタレの、ええ、自然に脅威が。そう、うえ、大丈夫よ。そん、私人間の観察はずっとしてきたけど。ああ、確かにそれは気づい、うん、そうだな。え、
来たぞ、セタレだ。いや、まずはこどんな話でセタレを動揺させるかについてはあなたに緊張、話が始まったみたいだぞ。隠れた場所、そうね、確かに恋愛に関することは無理にとは言えないし、私の周りにいる人も私とねえ、ああそう、あら、この子たち普段は結構温厚だったわよね。名前はなんだ。あら、そんな名前だった。ああそうだったの、結構大変なのね。そうだ、それがまた恋愛運を占って欲しかったんだけど、正直乱れいそのこと、そう、ふん、まあまあそんなことは気にし、神はこせたれ家にせたれ、ねえ聞きたいんだけど、ナビや君の耳も、幼稚で無礼な問題ね。もちろんキングデシュレ、確かに最近キングデシュレと復活の噂が広く流れているけど、あれは全て教令員がわざと流した偽情報だもん。無礼な、私はキングデシュレと様、いいえ、キングデシュレと様のお言葉についてしっかりと反省しておくわ。ごめん、それ、あ、待って、小走りで行っちゃった。悪くなかったわ、セタレも怪しんではいない。心の中でずっと避けていた事柄についてここに来て急に問いかけられるなんて、ナヒーだ、これは実践に。さて、やっぱりアキモのところに来たな。早く憑依の準備をしようぜ。さっきちょっと予想外のことに遭遇した。そういえばこの間し庭師、その、そうなん、そういえばお父さんの具合、そういえば、ああ、じゃあ君のお父さん、ほう、はあ、君は砂漠の民だもんな、羨ましいぜ。だが残念ながら君、アキム、まさか君も英明なるキングデシュレト様を信仰することがそんなにおかしいか。というかおかしいのは立場、立場がはっきりしてない。おお、お前にこんな才能があったなんてな。これでさらに、でも、セタレがもうキサンと話し始めてるぞ。キさんは最近その、誰、ところで、そうです、な、ま、教令員の小細工で全ての民を騙そうだなんて、キさん、おかしな聞き方ですね。まるでキングデシェルト、私から、それ以上言わないで。ここまで来たのにセタレはまだ、いえ、あ、衛兵のところに行ったぞ。ここが肝心よ。ねえ傭兵さん、落ち着いてください。異教の勢力がシティ内に浸透してきていて、群衆の中で拡散し始めて。異教？どのよ、キングデシェレト、ありえないこと。どうして、キングデシェレト様は永遠に滅び、もう逃げるのはおやめなさい、セタレ。今のあなたのいるべき砂漠はここではないのです。キングデシェレト様の民よ、
英明なるキングデシェレト様を信仰することがそんなにおかしいか。というかおかしいのは立場のはっきりしない君の方なんじゃないのか。おかしな聞き方ですね。まるでキングデシェレトの信徒であることが悪いことみたい。セタレ、なぜ家に帰らない？確かに、でもどれだけ逃げても罪悪感は私を襲う。問題を、どうして私、そんなことよりあなたが、実は私は神を信仰していないの。でも今私はプロジェクト、私は大嫌い。でも確かに気になることはあったわ。聞くところによると教霊院にリスクを冒してもいいならチャンスはあるわ。私はこれでもだ、ただ機密ファイルを手に入れても、そうね、教霊院の、安心して、こっそり抜け出、わかりました。ところでそれは送信、そうね、今回の件で危険にさら、もしかしたら本当にナヒーダの言った通り旅人の構成は実、時間は祈る、そい、私キャサリン。ええ、あなたの思っている、パイモンの言う通りよ。万が一私の、そうだよな、そうで、まあおかしい、夜なんだ。彼の言う通りよ。言われてみれば町の人も明らかに少ないわ。違和感のゲ、おう、本当に人が少ないな。教霊院の入り口もこれくらい静かで、衛兵もセタレに引き離されてるといいんだけど。こんな時間に、なんでこんなに人が集まってるんだ？凱旋した英雄を迎える歓迎の儀ほど盛大なものはなかろう。あなたは、教霊院の追放者。いかにも。だが今は皆に、博士と呼ばれている。あの女研究員ならとっくに監禁室だ。自身に仕掛けられた盗聴器にすら気づけないとは、一学者として持つべき慎重さを欠いていると言わざるを得んな。
スメールの民に一体何をしたの？潜在意識に情報を投入できるようアーカーシャ端末を少しばかり改造しただけだ。熱狂的な民たちはこの旅人が世界を救ったばかりの英雄だと信じきっている。実験は成功だ。そして人々は今にも自らの情熱を抑えきれなくなりそうだ。どうするんだよ、みんな一般市民だぞ。行ってシティの外へ。でもあいつはファトスなんだぞ。お前を置き去りになんか。私もスメールの民を放ってはおけない。大丈夫、シティの外で会いましょう。ほう、自らの意識を使い全員の思考を占拠したか。それほど強大な意識体とは。なるほど、知恵の神だな。ここまで来ればナヒーダ大丈夫かな。オイラたちはナヒーダのおかげで逃げ、まさか博士、賢者たちですら恐れるっていうのは。どう、そうだ。でも今度は一体何をしようと。おう、あの時シティのそ、え、それって、ああ、そ、あの時きな、そうだ。行こう、風の赴くままに。止まれ、金髪の旅人に空を飛ぶ小さな精霊、間違いないらしいな。お前たちは30人。俺たちは追放者、教令。でもオイラたちを捕まえたいならペチャクチャ。オイラたちも、サイドバックが歩いて改善を競う。くらえ、もみちばん散らまく惜しみ。風、行くごと。確かに厄介だな。これが傭兵の中のエリー。そうだな。でも頭のいいやつを相手に。城内に入ったら資料の写真をいっぱい撮ろう。
び、ほらい、私は、だからそうだったのか、コレイ。師匠、え、私もおかしいと思ってるんだ。ううん、あんなに師匠は研究時間もないし、そのパルディスディアイってところに行ってキナリを探そうぜ。いざ。風向きに従え。や。風の赴くままに。別れて災害で、うん、確かにこんな変な人、まあまあ、あなたたち人々の彼が私、それほどよく人々の、それにじゃあもう今までみたい、うん、それにまだ落ち、おう、ええ、あなたたちも、オイラたち、ええ、行こう。また見識を広められそうね。せい、ふっ、それ、マイ、はっ、
いざ。それ。風の行く先よ、そこだ、全力攻撃だ。もう一度しらまくをしまいや、判決からは逃れられない。罪を償うがいい。やるじゃないか、審判。失踪したか。ふん、借りなく時と風よ。よし、出発だ。燃えろ。へっ、はっ、けっ、へっ、よし、出発だ。燃えろ。はっ、みんなは俺が守る。冒険だ、冒険。無意味な抵抗。やっ、それ。降伏しろ。蓄積された富は文明の礎となる。
行こう。風の行く先を。正真正銘のお宝だ。行こう。旅人？お前はハイパシア。本当で、この人は？オイラたちが。そうな、よっ、ハイパシア。いや、待てよ。私。本当か。神と意志。そんなにすごかったのか。そうなんで、あの時、今の私。そんなことができるのか。聞いたこと、少し待っていて。また。さて、では私の手を。準備はよろしいかし。かつて三度も裏切られ、この世は欺瞞に満ちたまやかしに過ぎないと知った。僕の怒りが静まることはない。一度目が神、僕の創造者、僕の母。それは力に左右され、役立たずの僕を捨てた。二度目が人、僕の家族、僕の友人。それは恐怖に縛られ、僕を忌まわしいものとみなした。三度目が同類、僕の期待。
まだ羽の生えそろわぬ鳥。それは寿命に支配され、僕との約束を破った。人は信用できず、神は憎しみを与えるから。僕は全て諦め、人の世の一切を否定し嘲笑う。二度と胸の内を世俗に染めはしない。低劣な人の感情も捨てた。僕の空っぽな部分は、生まれたばかりの真っ白な巻物のような、神聖に満ちた至高なる神の心で満たされる。恐れずとも、痛みはほんの一瞬だ。君たちの時代は今終わる。これはオイラたちが。でもご覧になりましたか、感じましたか。はあ、私の気づいているかしら。これはパリプーナライフなんかじゃないわ。私は、はい、そうある。いえ、まさか私は気が狂ったのですか。待って、ここまでは追ってこられないみたいだ。大丈夫か？ん？今度はまた旅人さっきまで。そしたらティナリが騒ぎを聞きつけてやってきて、一緒に傭兵たちを倒してくれたんだ。え？それで意識をこうして自由に。そうだ、博士はすでけれど、ナヒーダが言い残したのはそれだけか。たとえ月と星の光もナヒーダが前に使ってた比喩だったような。おお、でもパイモン、いや大丈夫、君たちとは。おう、それが僕が知っているのはプロジェクトが世界樹の修復と。ん？ナヒーダと。え？根拠は？そうか、なるほど。ティナリは。そう、そうでも。ところでまさか博士と。でも新たな神。うーん、賢者たちの目的は未だにはっきりよ。おう、僕は砂漠に。何か僕に。おう、